皆さんこんにちは。今回は秋山俊の人生まとめを解説していきたいと思います。秋山といえばあのひょうひょうとした言動が魅力的なキャラですね。4から登場し、それ以降も結構な頻度で出番があるキャラです。マチキンスカイファイナンスの社長であり、おそらく主人公の中で一番の金持ちでもあります。そんな秋山の人生を振り返っていきましょう。どんな人生だったのか気になるところだし、ぜひ頼もう。秋山は1978年生まれで、東都大学法学部卒業後に東都銀行に勤めていました。そんな中、2005年に秋山が所属していた部署の主任であり、東都大学法学部時代の先輩である、矢守昭彦からの裏切りを受けてしまいます。東都銀行に勤めるだなんてかなり頭がいいんですね。それまでエリートで順風満帆な人生の秋山でしたが、横領の罪を着せられて退職に追い込まれてしまいました。それどころか当時の恋人である、エリまでも取られてしまったのです。踏んだり蹴ったりな人生だ。こうして仕事を失った秋山でしたが、財産を元手に再起を図ろうと行動を起こします。しかしそれも失敗に終わってしまい、ついにホームレスになってしまったんだ。東都銀行のエリートからホームレスに転落なんて、考えただけでも最悪な展開だよ。転落人生を歩み、絶望のどん底にいた秋山。ところが奇跡が起こります。初代龍が如くで起きた事件での爆発により、ミレニアムタワーから100億円が街中に舞い落ちてきたのです。あの時の事件がここで関係してくるんですね。そうして降ってきた紙幣をかき集め、秋山は100万円を手に入れました。いくら100億円が降ってきたとはいえ、100万円も一人で手に入れるのって結構難しそうですが。しかし秋山が住んでいたのは神室町、当然のように存在するホームレス狩りに狙われてしまったんだ。どの時代でもホームレス狩りがいるし、ホームレスが狙われるのが当たり前の環境もどうかと思うが。ピンチに陥った秋山でしたが、偶然通りかかった金村工業の若頭である、荒井博明によって救われました。それ以降、秋山と荒井の間に交友関係が生まれたのです。ちなみに秋山の足技は荒井の戦闘スタイルを参考にしているようです。あの素早い足技はここから来てたんですね。こうしてなんとか100万円を手に入れた秋山は、銀行員時代の知識や運などを活かして一気に増やしたのです。しれっと言ってるけど、これってとんでもないことしてますよ。それ以降、東都銀行時代の後輩である花ちゃんを事務員にして、スカイファイナンスを開いたんだ。そういう経緯があってスカイファイナンスができたのか。スカイファイナンスは、神室町の駆け込み寺と呼ばれていて、他で債務を断られた人も利用できます。まさに欲望渦巻く町からも見放された人たちの、最後の砦になっている場所なのです。一度どん底に落ちてから這い上がってきてるし、すごい才能の持ち主だよな。ちなみに秋山がこういう仕事を始めたのは、金に人生を変えられた経験から、他人の人生を金で救いたいと思うようになったからです。そういう風に思えるあたり、秋山は義理人情に熱い人物ですね。続いてはスカイファイナンスを開き、金貸しとして仕事をこなしている、龍が如く法本編の話になります。2010年3月1日、金村工業への集金の最中にキャバクラにて、上野清和会の二人が暴れている現場に介入します。そこで二人を倒すことに成功した秋山でしたが、その後、逃げ出した、伊原勝は、後を追った荒井によって殺害されてしまいます。秋山はあくまで仇だから、普通に大事件ですね。現場に居合わせてしまったことで、秋山は警察に拘留されてしまいました。しかし花ちゃんが証言をしてくれたことで、事件とは無関係と判明し釈放されたのです。やっぱり花ちゃんは頼りになるな。警察から釈放された秋山ではありましたが、そこで刑事の杉内淳二から、金村工業の組長が殺害されたことを知らされます。身近な人間が殺されたとなると、さすがに秋山も色々と思うところがあるでしょうね。その後、事務所に戻った秋山が出会ったのは、1億の融資を依頼しに来たリリという女性だった。普通なら無茶な値段だけど、それを受け入れてくれるあたり、本当に駆け込み寺だな。しかし秋山は誰にでもすぐに貸すわけではありません。その時々に考えたテストに合格した人にだけ、依頼された金を貸しているのです。そりゃ誰にでもってわけにはいかないか。そんな秋山がリリに貸したのは、キャバクラエリーゼで一定以上の売り上げを出すことだった。ちなみにこのキャバクラは秋山が、オーナーをしてる店だよ。秋山は頭がいいこともあって、キャバクラのオーナーもできるんですね。秋山からの積極的なサポートもあって、リリはテストに合格し、1億円を手にします。しかしこれはかつての恋人であるエリに似ている、リリに恋をしていたからだったのです。やっぱり秋山はエリのことを引きずってるんだな。これが判明したことにより、秋山に恋心を寄せていた、花ちゃんは事務所を辞めてしまったんだ。普段花ちゃんに怒ったりしない秋山も、この時ばかりは感情的になっていました。こうして秋山は一人で仕事をすることになったのです。花ちゃんからしたら複雑な気持ちになるのは当然ですよ。その後、秋山はエリーゼにやってきた、マジマ組の南大作と出会います。そこで南からマジマ組が、リリを探していることを知らされたのです。秋山はヤクザ相手にも慣れてるだろうけど、店側からしたらたまったもんじゃないな。
義理を守るために南と戦った秋山でしたが、その場に現れた真島の兄さんから、彼女が1億を必要とする理由が判明します。義理は兄である冴島大河のために、1億円を必要としていたのです。ここで冴島の話が出てくるのか。その後、義理から1億円を受け取っていた谷村から、その1億円を返却されるもののこれを拒否します。この時、木戸からの電話で受け取った情報を、谷村へも共有しました。ちなみに金を受け取らなかった理由は、あくまで義理からの返却ではないというものでした。まあ借りたのは義理だから、無関係の谷村を通してじゃ、秋山としても納得ができないんだろうな。それから秋山は検察によって、スカイファイナンスを封鎖されたため、アジア外の故郷にて谷村と合流しました。その後リリの事情を知っている秋山は谷村と共に、リリの逃走を手助けすることになったんだ。そんな中で秋山と谷村はリリ大木優さんと、戦闘になったりもしたよ。秋山も谷村も強いんだけど、相手が悪すぎますね。その後、カツラギによってリリが殺害され、さらに知り合いだった木戸武史からの裏切りを受けてしまいます。スカイファイナンスの隠し金庫の秘密を知ってしまった、木戸によって金庫の中の1000億円を奪われてしまったのです。これによって秋山は愛する人の死と、信頼していた相手からの裏切りを、同時に受けて落ち込んでしまうんだ。好きになった人が死んで、知り合いから、裏切られたらそうなるよな。しかし秋山は桐生さんと冴島の決意を聞いたことで、全てに決着をつけるために黒幕をおびき出す策を立てました。その策というのは、スカイファイナンスから、1000億円を持ち出して、ミレニアムタワーの屋上に置くというものでした。それだけの大金にもなれば、金が欲しい人間からすれば、見逃すわけにはいきませんね。これによっておびき出された人物たちの中には、秋山にとって恩人でもある新井の姿がありました。そして各々殴りたい奴を殴るという考えから、秋山は新井の相手をすることになったのです。新井と一番付き合いが長いのは秋山だし、秋山が相手をするなら新井だよな。こうして始まった戦いはお互いの足技の、応酬とも言える激しい戦いでした。普段足技を使う秋山が拳を使うほどのものです。それだけ必死にならないといけない相手なんですね、新井は。激闘の末に新井を倒した秋山は、他の仲間たちと共に、すべての黒幕である警視庁副総監、宗像誠志郎を追い詰めます。しかも伊達さんに頼んで宗像に関する号外記事を書いてもらい、それを街中へとばらまくように頼んでいたのです。金が大量に使える秋山ならではのやり方だな。しかしそこで秋山は宗像から、不意打ちで胸を撃たれてしまうんだ。一番銃との縁が遠い秋山だから狙われたんだろうか。重傷かと思われた秋山でしたが、胸元に入れていた、札束によって銃弾がギリギリで食い止められていました。それを受けて秋山は、自分の人生にとって、金はどうしても付きまとうものだと感じたようです。金で没落して金で成り上がった人間ですからね。その後、一人で事務所を切り盛りしていた、秋山でしたが、そんな中花ちゃんが帰ってきます。こうして秋山は以前と同じように花ちゃんと共に、いつものようにスカイファイナンスを、続けていくことになりました。失うものもあったけどハッピーエンドだな。花ちゃんがいないと秋山は一人じゃやっていけないだろうし。続いては5での秋山について話していきましょう。2011年に秋山は大阪の芸能事務所ダイナチェア社長である、パクミレイに3億円の融資を行います。これは沢村遥をメジャーデビューさせるために、日本ドームでのコンサートを開くのに必要な資金でした。やっぱり日本ドームを使うとなると、それだけ金がかかるんだな。そうして3億円の融資を行った秋山でしたが、2012年12月に新規事業のために大阪の蒼天堀へと訪れます。そこでパクが何者かに殺害されるという事件に巻き込まれ、遥と共に事件の解決に向けて動くことになりました。秋山と遥の組み合わせは意外でした。調査を進めていく中で、パクを殺害したのが、元ダンストレーナーの小木田勘だということが判明します。しかしそんな小木田もまた雇われた身であり、小木田は金井家門によって殺害されてしまうんだ。ヤクザの世界からすれば小木田は使い捨てだろうしな。その後、金井も所属している大阪工業の会長である勝谷直樹の、電話によって遥が一人で新大阪駅に向かってしまいます。そこで真島の兄さんの手紙を奪われ、襲われそうになった遥を助けるために秋山が駆けつけたのです。相手がヤクザでも秋山が来てくれたら大丈夫だって思えるよ。新大阪駅で金井やその部下を乱闘の末に倒した秋山は、遥と共に神室町へと向かいます。そこでスカイファイナンスにいる際に、品田達夫と出会います。品田は日本ドームでのライブを中止させる違約金である、3億円を融資してもらうために訪れたんだ。偶然とはいえ秋山のところに来たのは運が良かったですよね。さらに桐生さんと冴島とも出会い品田の件にも、二人の件にも海連合が絡んでいることを知ります。こうして全員が揃い、すべての黒幕が黒沢翼であると知ると、その計画を潰すために黒沢一派と戦うことを決めました。ヤクザが絡んでる事件だけど、秋山も品田も完全に仇なんだよな。
黒沢を止めるために町へと出た秋山は、他の仲間たちと共に戦闘を開始します。仲間と共に黒沢一派をある程度蹴散らした秋山は、他のメンバーを各地に向かわせるために一人残りました。たった一人でカムロ町にいる黒沢一派を食い止めるためにね。普通なら無茶な話だけど、秋山だから大丈夫だと思える選択だよな。そうして残った秋山は黒沢一派の構成員や金井を相手に戦い、なんとか金井だけの状態に追い込むことに成功します。それでも倒れなかった金井だったけど、そこに北方組や山笠組などの各地の極道が集結したんだ。これによって勝ち目がなくなったと金井に悟らせることで、黒沢一派の動きを止めることに成功したよ。金井は秋山でも苦戦するほどの強敵だったけど、さすがに数の前では勝てないんだな。それまで時間稼ぎをしたということもあってか、秋山は現場に駆けつけた極道全員から頭を下げられたんだ。極道から頭を下げてもらえる仇って、滅多にいないから、それだけすごいってことですね。次にシックスでの秋山について話していきましょう。黒沢一派の事件の後、秋山は遥かに桐生さんと暮らしていく覚悟について忠告しました。しかしそれだけでなく、同時に遥かなら大丈夫だと、励ましてもくれたんです。余裕のある大人の男って感じですね。その後、いつものように過ごしてた秋山でしたが、2015年12月にホームレスたちと酒を飲んでいる最中に、アジア街の火事を目撃します。これがきっかけで中国マフィアの最大会に目をつけられ、これまで通りの生活が難しくなってしまいました。さすがの秋山でも海外のマフィアとなると、普通に仕事をしていくのは難しいんですね。そこで秋山は一旦スカイファイナンスを休養にし、花ちゃんをふるさとに返した後でホームレスになったんだ。しかも身を隠すために下水道に住む場所を移してまでね。まさかここでまたホームレス生活をすることになるとは。そんな生活を続ける中、2016年12月に桐生さんと再会することになります。そこで遥かが行方不明になっていることを知ると、襲撃してきた最大会幹部の江戸と手下たちを協力して倒しました。秋山は遥かがどんな子か知ってるし、一緒に行動してたから、そんなことを知らされたら協力してくれるだろうな。江戸を倒した後、遥かが事故に遭い、病院に搬送されたことを知ると、桐生さんと共に病院へと訪れます。そこで遥かの子供である春人と出会うことになるんだけど、桐生さんと意見の相違を起こしてしまうんだ。春人を連れたまま尾道神代町に行こうとする桐生さんに対し、秋山は春人を誰かに預けた方がいいと考えたわけだね。正直秋山が言ってることが正論だと思います。下手に連れて歩くのは危ないですし。しかしここで感情的になった桐生さんと戦闘になり、結局押し切られる形で桐生さんと春人を見送ることになります。春香が事故に遭ったから感情的になってるのはわかるが、かなり無茶苦茶な行動だよな。その後、しばらくして尾道から桐生さんが帰ってくると、最大会の情報を集め、江戸たちがいる中華料理屋に共に攻め込みます。ずっとカムロ町にいるし、ホームレスの情報網もあって、さらに戦えるからこういう時に頼りになりますね。物語が進み、アジア街の火事の黒幕が、東城会六代目会長代行の菅井だと判明すると、共にミレニアムタワーへの殴り込みにも協力します。しかし途中で宇佐美優太がドスで刺されてしまったため、解放するためにその場に残ることになりました。秋山なら冷静な対応とかもできるし、怪我人を安心して任せられるな。その後、事件が解決すると、スカイファイナンスの営業を再開、伊達さんに桐生さんの死の真相を聞こうとしたものの、はぐらかされてしまった。どうしても本当のことを言うわけにはいかないか。それを聞いて何かを察した秋山は、いつか真実を聞かせてもらうことを宣言し、いつもの生活へと戻っていきました。秋山もいろんな人間を見てきた人間だから、何かの事情があることに気づいたのかもしれません。ここで無理に聞いたりしないのが、秋山のかっこいいところですね。秋山はその後のナンバリングには今のところ登場しておらず、何をしているのかは分かっていません。しかしスカイファイナンスという居場所があるため、今でも花ちゃんに怒られながら、金貸し用をしているのかもしれませんね。秋山は一人じゃ片付けもできないタイプの人間だから、花ちゃんの尻に敷かれてるくらいがちょうどいいかもだな。今後、もしかするとエイトやガイデンなどにも登場する可能性があるから気になるところだよ。できればまた出てきてほしいよな。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは、歴代龍が如くのまとめ動画を投稿しているので、ゆっくり組組員の野郎どもは、チャンネル登録、コメントで、応援しやがれください。ではまた、次の動画でお会いしましょう。